きこもりは以前からも日本の社会問題として言われてきていますが、最近ではその数はますます増えています。まず引きこもりの定義としては、6ヶ月以上学校も仕事も行かない、そして社会参加もしない人たちのことを言います。その数は現在約115万人と言われ、若年層は54万人以上、そして中高年層では61万人以上いると言われています。皆さんは8050問題というのを聞いたことがありますか？これは50代の引きこもりを80代の親が面倒を見ているということです。多くの専門家たちによると、引きこもりの高齢化はこれからますます進んでいくと言われています。今回はこの問題について深く見ていき、解決策などを考えていきたいと思っています。社会的問題になってきてるけど、なかなか残念ながら全国的にですね、事業を展開しているところっていうのは少ないんですよね。いろんなことやりながらその中にその一つっていうのはあるんですけど、うちのこの NPO が初めてかなっていう感じぐらい特化したんですよ。妻が精神障害2級というね、中で ADHD とか発達障害もありまして、で、まあそういう心理のことをまあ勉強する中で、まあ心理カウンセラーにこうなっていくんですけれども、こちらが立ち上がるっていうところで一緒にさせていただくということでやらせてもらってます。引きこもりの状態の方がいきなりここに相談に来るっていうことは、まあほぼない。ご家族の方、実際に生活されてる方、経済的な援助もやっぱり限界が、まあ実際にもうこれ以上はお金が出せない。まあ地方、とか認知症とか、まあそういったものが実際出てきているとか、もう歩くのもしんどいとか、施設に入らなければいけないとかで、もう引きこもりの状態の方がもう一人になってしまうとか、本当に逼迫した状況がありますので、でこれはやっぱ社会問題だと思っているので、ただやはり年配になればなるほど、やっぱりその恥の文化というか世間体とか、やっぱそういうものがものすごく重くのしかかってて、身動き取れなくなっている方っていうのは多いんじゃないかというふうに感じてますね。やはりですね、この仕事してるとやっぱり当事者の人ってなかなか来れないんですよね。そもそもつながるっていうのは難しくて、家族とうまくつながらないと拒否されてしまうと、やっぱりそこで支援が切れてしまう。保護者が、まあ、本人への理解が深まってくると関係性が良くなって、ちょっとなんか出てみようかなって思えてくると、ようやく本人とつながれるみたいな流れがあるので、やっぱり家族支援がまずは、今日来ていただいた大橋さんとかを講師に呼んでやったりってする中で、まあ、だんだんとこう来てくれる方が増えていって、やっぱりニーズがあるんだなっていう、皆さん吐き出しをしてよかったみたいな形で帰っていかれるので、やっぱりそういう家族会のニーズとかも、やっぱり一番家族は大変かなって抱えちゃってるところがあると思いますので、いじめとかそういうことをすごくこう経験してきて、自分の存在を殺される、否定される。で、私が結局じゃあどう回復したかっていうと、やっぱり家族会、その同じ子を持つ親が活動してる会の中で自分の居場所を見つけ、肯定感を上げやっていった。ただそれでも私やっぱり回復しないんですよね。今も私ある意味での部分では当事者っていうところがあって、で、親を求めてますね、まだまだ。家族も被害者なんです。でも、その被害者なんたら被害者の声をもっと出せよってことなんですよ。でも出さねえんだよ。なんで出さねえかっていうと、やっぱり世間体と目線価値観だよね。家族なんだから。そういう問題を生ませたのは親の責任でしょ。あんたたちが甘やかしてわがままをいっぱい聞いてきたんだから、親の育て方が悪いんじゃないのとか、親を縛り上げてるんですよね。あとは今までの不信感だよね。一番家族を苦しめた支援者の言葉って何だと思う？本人連れてきてくれって言うんです。本人が来れないから私が相談に来てるんじゃないですか。あとは縦割りで年齢制限で、うち39歳までなんで、40以上はこっち行ってねとか、たらい回し。だから家族も実は被害。兄弟姉妹も被害。もちろん、その親とかには申し訳ないなっていう気持ちはあって、
ったんですけど、それがこう、なんで分かってくれないんだっていう、まあそういう気持ちは強かったですね、やっぱり。自分に甘いんじゃないんかとか、なんであの人はできてんのにお前できんねんみたいな、その、まあいい歳して何やってんねんとか、まあ、そんな感じでやっぱり言われてたんで、やっぱりその、昔から人に合わせたりとか、うまいことこう、会話するとかがすごい苦手で、で、やっぱそうなると会社でも、こう、なかなか、こう、周りと馴染めなかったりとか、うまくいかないってことが多くて、なんかきっかけになる、その大きな事件がこれがあったとかいうわけではなくて、なんかその、人間関係とか、日々のストレスがこう、ちょっとずつ、こう、自分の中で溜まっていって、ある日も、限界やみたいな感じで、こう、なんかがこう、プツンって切れたというか、壊れたとか、まあ、そんな感じですかね。実際その引きこもってる時って、辛いな、寂しいなとか、苦しいなとかっていうよりかは、むしろその安心感っていうか、そういう気持ちの方が強かったかもしれないですね。なんかもう、ここにいたらもう誰とも関わらなくてもいいみたいな。引きこもりとは何かっていうと、生きるための術なんですよね。だから究極の命の選択。このまま社会にいたり、このまま人と繋がっていたら自分が死んでしまうっていうか、こう、気違いになっちゃう。自分を助けるためにこう、こもるっていう選択をする。私たちだって別に引きこもりたくないんですよ。誰だってそんな引きこもりたくて引きこもってるやつなんて、私はいないと思います。診断が、発達の診断がつくのが33なんですけど、しんどくても本当に大変だったのは多分10代後半から、その診断を受けるまで、引きこもりの状態図をよーく見ていくと、一定数仕事をした後に引きこもってるんですね。うつ病が会社に入って、出て、その後に発達障害が分かったことによっての引きこもり。でもやっぱり自分にとって一番大きかったのはその発達障害っていうのが分かったことがやっぱり一番大きかったかもしれないですね。発達障害ってなんかその子供の病気とかって思ってたんで、まさか自分がみたいな、その自分がこの年になって発達障害っていうなんて思ってなかったんで、それでああそうかみたいな、こういうことやったな、だからかみたいな感じで、今まではその原因が分からんかったというかなんかあれやったんですけど、それであなるほど、こう、ストンと落ちたというか、スッキリした感じはやっぱりありましたね。あ、病気なんだ、原因があるんだというか、まあ、それでちゃんと自分と向き合うことができるようになったみたいなところはあるんじゃないかなと思います。今回、こういうちょっと話しづらい話題だったと思うんですけど、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。不登校からそのまま地続きで、そのままずっと一本で行ってるっていう人、もうまあ中にはいらっしゃいますけれど、社会人で何らかの挫折したりとか、もう立ち上がれないとか、そういったケースもやっぱり多くありますので、コミュニケーションという部分でなかなかうまくできないっていうことで、発達障害とかですね、二次障害としてうつ病になるとか、そういったものをきっかけに社会とのつながりっていうのがこうなくなって、より社会に出にくくなる状況っていうのは結構あるのかなと。はい。思います。はい。発達障害って、その、周りに適応するところで結構問題が生じやすい。で、そういうところで、まあ、トラブルがあったりとか、傷つくことがあったりとか、逆に傷つけてしまうことがあったときに、集団から離れる、学校に行かない、一人のとこを望むっていう、ふうに必然的になるのかな。あんまりそんなに認知されてなかったんですよね。田舎の方だったので結構、何ですかね、情報が少なくて。私は子供の頃には発見されなかった。うつ病の時の考え方って、ゆっくり休んだりとか、お薬で治療したりとか、あと生活を整えていったり、そういう考え方はちょっとずつ薄らいでいく部分はあるんですけど、発達障害の方で、いわゆる特徴って言われてる考え方とか、振る舞いは、ちょっとなかなかなんか治るっていう性質のものではない、変えていかなきゃいけないってことはないと私は思ってますね。自分がこうなきゃいけないって思ってるものがあるとしたら、そのイメージの方を変えましたね。普通じゃなきゃいけないっていう考え方の方は別にそうではなくていい。でもなんか根本的な性格のとこから変えるとか変えようっていうのはしてないですね。で、しなくても私は
ある程度やっていけてるので、外に出るのが当たり前っていう時代自体がもしかしたら変わってくるかもしれない。外に出なくてもできる仕事とか雇用先に言ってしまうと私は楽でしたね。連絡事項とかをなるべくメールにしていただいたりとか、電話、急な電話とかあんまりしないようにしますねっていう配慮なんですけど、していただけたりすると結構それだけでも楽だったり、親御さんのご心配って自分がいなくなった後もこの子は大丈夫なんだろうかっていうことだと思うので、必ずしも外に出なくてもなんとかこの子なりにやっていけるっていうところが見つかればいいと思うので、外に出た方がいいよっていうのとは違うアドバイスがあるかもしれないですね。家の中でもできるこういう仕事の求人があったよとか、同性愛者であるとかそういうものをことをこう理由にうまくいかなくって引きこもっていくっていうのはあるかな。今でこそね、若い人とかはオープンにしてたりとか、僕も髪型してますけど、ゲイの人たちの中でも年齢を重ねていくにつれてみんなどん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 その孤立していく。ガラケーのメール、携帯のメールすら使えないみたいな年配の方とかもいるので、そうするともうほぼ無理ですよね。いろいろ、まあそういった例えば発達障害の人とか、こうまあゲイの人とか、まあね、性的マイノリティの人とかもそうですけど、なんかみんな何かしらその違いがあって当然で、その違って当たり前だし、いわゆるなんか普通みたいな標準タイプみたいな人っているはいると思うんですけど、少ないというか、ちょっと人と違うところがあるよねっていう風なスタンスで、それぞれの人が自分の取扱い説明書みたいなものをきちんとその把握できていたらなんかいいのかなっていうふうに思ったりします、ね。学校だとかもう本当にどうしても避けられないっていう場面だったら、まあ変な言い方になりますけど我慢しますね。でそれ以外の場面でうまく発散したりとか、トラブルを犯さないためにあんまり喋らないとか、基本的に話は聞くだけ。まあ、何か溜まるものがあったら、それこそ YouTube とか、インターネットを介してなんか発信したりとかすると、うまくバランスをとってやっていけたのかな。動画として作ってあげてしまうと、自分の中から外に出たような感じがして、結構忘れられたりするんですね。その怒りとか、不安とかを。なので、すっきりはしますね。人が活動的になってる時間帯、昼とかですね、は結構外に出るのが苦手な時期があったので、必ず日が暮れてからとかにちょっと買い物に行ったり、最初は慣れだと思います。何かお仕事とか通学とかいうのはその後かなと思いますね。不登校から学校に戻るときは私もハードルは高かったですね。世間一般的にもすぐやっぱ就労しなあかんのちゃうかっていう話がポンと出てくると思うんですけれど、それをやっぱりそのまま受け取れない状態にあるんですね。社会との接点がかなり長期間ない状態で、いきなりハードルが高くなることが多くて、仕事されてない状態と就労するっていう間にもうちょっとこの階段をあってほしいなっていうのが、実際にこうフォローしててもどかしいところですね。まあ、いろんなね、予算の問題がいろいろあるんでしょうけど、ただまあこれだけ引きこもりのね、中高年の引きこもり8050問題というのがやっぱ社会問題としてクローズアップされてきていますから、就労支援一辺倒できた引きこもり支援20年だと思うんですよ僕。ところがそれ失敗の歴史だと思うんですよ。40、50の引きこもりの本人からすると一番興味のあることって何だと思います？いかに生き抜くかなんです。働いていないとか収入得ていない、あとは結婚していないとか、そういうことじゃないんですよ俺たちからすると。一番は何かっていうと、セルフネグレクト、自分の欲、生きるっていう欲が全て失われてしまうのがガチで困ることなんですね。私もガチ引きをしていた時に本当にやってたんですけど、ボトラーとオムツラーって知ってます？記者さんもっとこう勉強しようよ。ボトラーって何かっていうと、ペットボトルにおしっこする。おむつラーって何かっていうと、おむつしてゲームをする人。トイレに行くまでめんどくさいっていうか、もう元気がないのね。だから自分に関心が持てない。自分に関心が持てないのは何かっていうと、自分を必要としてくれる人がいないから。
で、自分を必要となぜしてくれないかっていうと、引きこもりは悪だと思われてるから。お前はお前でいいんだよ。お前にはお前の役割があるんだよっていうふうに言って、やってってくれるっていうところが、やっぱりすごく大事。10代の頃と20代のちょっと初めぐらいまで引きこもったり、高校も大学も不登校を繰り返してたので、そういう状況にある子どもたちの支援をしたいなっていうのはもうずっと前から。でも今はちょっと年齢層も上がってきて、20代とか30代前半ぐらいの子も来てます。雇用関係結ぶわけじゃなくて、本当にお手伝いという形で来てもらうから、疲れたらいつでも休んでいいようにしてるし、来る日も来る時間も自由にしてるから、もうその子のペースでやってもらってるんで、意外とみんな慣れていきますね。時間決めたりとか、日にち決めちゃうと、もう引きこもってる子ってそれだけでプレッシャー乗って眠れなくなったり、当日体調が悪くなったりするので、働くとかお手伝いすることとかに関して、なるべくハードルを下げる環境にしてます。無理して接客させたりもしないんですけれど、自然とお客さんと喋れるようになったり、他のお手伝いの子と喋るようになったりはしてますけど、でも無理して喋らせようとはしないです。助けるって言うと、ちょっと傲慢な感じがするんですけれど、どんな状況にいても、なんか生きてることの希望をちょっとでも、ここで見つけてくれたらなとは思ってやってます。就労目標にもしていなくて、まずはその子がその子らしさを生かして生きていけるような橋渡しができればいいなと思っているので、まだ働く状況じゃない子もたくさんいるんですけれど、まあ見守ることと、ちょっとでも自信をつける何かを見つけてほしいなと思って、一緒にいる感じです。はい。はい、ありがとうございます。親がいなくなった後どうなんだというですね、そういう面で自立をしたいっていうですね、それを目指す気持ちが残ってるっていうのが今の一番の救いですね。生活保護に行くとか心療内科に行くっていうんじゃなくって、なんとか自立をさせていくっていうですね、ここも目指していきたいなっていう。自分のことをやっぱり否定的に見ている方もやっぱり多いので、ってなると自分のことを誰かに喋るっていうことってものすごいハードルが高くなると思うんですよね。引きこもりの問題だけじゃなくて、やっぱり生きづらさを抱えてる方っていうのは言葉にできないものをやっぱ抱えてるからしんどくなってるっていう、でそれをまた誰にも分かってもらえない、認めてもらえないのがあると思うんですよね。でもその状態でもやっぱ生きてていいっていう、まあ、そういう世の中になっていけば、この引きこもりの問題一つにとっても第三者にすぐ相談しやすいと思うんですよね。